巨人 VS 台湾中心、快勝、戸郷3回0負、秋広活躍。2日に台湾で巨人対中心ブラザーズの親善試合が行われ4対1で巨人が勝利した。開幕投手の戸郷が先発し、2安打6奪三振の好投で3回を0負、2回に秋広の左前的自打で先制。秋広は6、7回にも右前的自打を放ち3安打3打点。最後は堀田が締めて歴史的試合を勝利で飾った。勝ったよ、いい試合だった。ええやん堀田。堀田とババちゃんは勝ちパ合格。ストレートゴリ押しかって右のリリーフがストガイ軍団になりつつある。菊池も良かった。戸郷は全く問題ないわ。投手陣強いな。ホームラン欲しかったけど打線は良かったな。もっと点取れそうだった。秋広吉川に当たりが出て良かったわ。門脇吉川の守備に惚れ直した。野手 MVP 秋広来た。秋広ここで目立つとかやっぱりモテるよな。開幕してこの内容だったらいいね。外野争いは本当に激戦だな。最後の最後まで開幕スタメンは決まらないかもしれない。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。